三十八式十センチメートルカノンは、第2本帝国陸軍が明治四十四年に正式制定したカノン砲。国産初の方針後座式屋戦銃砲として、ドイツのクルップ製の砲を参考にかの有名な有坂、成明少将の設計により開発された。明治三十七年には、大阪砲兵交渉で姿勢砲の製作に取り掛かったが、同年日露戦争の開戦に伴い、 ベッドクルップに、方針後座式の近代火砲を数種発注したうちの、一つとして 105mm かの方20門を購入した。クルップでは、日本陸軍の要望に合わせて、若干の修正を加えたものの既存モデルの設計を、流用して、直ちに製造に取り掛かり、翌明治38年には、発注数を揃えて出荷したものの、日本に到着したのは、砲天開戦よりも後であり、 日露戦争の戦場には間に合わなかった。その後、改めて日本国内で審査を行い、若干の改正を施して明治44年12月をもって、かつ38式13カノンとして正式制定された。大阪方兵交渉で施策されていた方も、同じく明治44年12月に正式制定され38式13カノンと呼称された。 製造数は十数問程度とみられるが、詳細は不明である。両者は同一の仕様に基づいており、機能性能ともほぼ同様であったが、構造上は多少異なる点があった。昭和に入って38式10センチメートルカノンと解消された。閉鎖機は段格ら式で、装填は分離薬等方式。8馬番営で運動できる建前であったが、 運動性は極めて低いものであった。大正11年には、ホルト早期式ゴトントラクターで牽引するよう、改められた。本法は、大正3年、陣太を攻略戦に参加したが、以降は、第一戦で用いられることはなかった。対砲兵戦に用いるには、射程が不足であり、銃砲を機械化牽引する時代に入ると、かえって敵砲兵に一方的に、アウトレンジされる懸念があった。 このため、昭和初期には、予備保管兵器となったが、太平洋戦争開戦後は、銃砲の不足から、東京湾要塞の砲台に引っ張り出され、暴走半島の金谷砲台と須崎第二砲台に据え付けられた。ABCD 佐山次郎、日本陸軍の火砲や戦術砲基砲ほか密一社、NF 文庫、50ページ。38式野砲。 38式 15cm 榴弾砲、38式 12cm 榴弾砲が同時に発注された。大正11年度正式まではフランス語読みの産地の漢字表記として産を用いた。ありがとうございます。